喉の朝起きて行ったとかカスカスみたいなのがなくなりました、うん、小田さん家で見てすぐ買ったけど不思議やわ、おっそーってみんな言ってるやろどうもかまいたちです。さあ本日は2022年、はい、買ってよかったものベスト3、今年2022年の、はい、お買い物ベスト3いきましょうか。はい、はい、じゃあまず第3位、はい、じゃ僕からいきましょうか。はい、わかりました。ベビーサークル、うん、はい、なるほど。僕あの家に、はい、まあ、1歳の0歳の子供いるんですけど、うん、もうすぐ1歳のそのハイハイとかするわけですよ、うん、で1人目の子供の時ベビーサークルは なしで行ってたんですよね。まあこれちょっと四角い、四角いこういうなんか柵みたいな、うん、そうじゃなくてなんか椅子机とかいろんなのでなんかちょっと自分で仕切ってやったりしてたんですけど、あとなんかあの四角形になってないこういう柵みたいな単体のを何個か買ってこう塞いでいくみたいなのをしてたんですけど、それって結構動いたりして不安定ね、突破されたりするんですよね、でもなんかベビーサークルほな買ったらええんちゃうみたいに、うん、あの奥さんずっと言ってたんですけど、うん、結構デカめのベビーサークルにしないと、はい、狭かったらさ動き回れないからかわいそうやし、うんうん、かといってでかいのをするとなんかめっちゃ部屋狭なるやんっていうのがあって、はい、これはいらないちゃん派でずっと言ってたんですけど、うん、奥さんがいやもうちょっと買ってみるわって言って、はい、買ったんですよ。結構デカめのリビング結構3分の1ぐらい使うタイプの、でかいね、リビングを3分の1占拠する、そう、はい、サークル買ったら、うん、めちゃくちゃ便利あの子供がその中で、うん、はい、その中に絨毯をもう敷いてるんですよ、うん、でぬいぐるみとかいっぱい置いてるから転んでも大丈夫、うん、なるほどね、まずクッション性があるから、なるほど、ほんで絶対に乗り越えられない、うん、でうち犬と猫いるんですけど、うん、猫はその中に入ってこれるんですけど、うん、ワンちゃんはジャンプ得意じゃないから入ってこれないんですよね、うん、はい、でうちのワンちゃんは猫にちょっかいかけるんですよ、はあはあ、だから猫のオアシスにもなってる。なるほど、うん、猫は入れるけど犬が入れない、入れない、で猫、犬に追っかけられた猫がそのベビーサークルの中入って、うん、息子と一緒に休んでる。なるほどね、もう家のオアシスになってますほんで別にあれ仕切るけど、うん、大人もその中入って寝転べるから、ね、そうやねん、あ持ってる、俺はあのベビーサークル買った、もう一人目の時に。ああそうなんや、うん、本当結構デカめの買ったから別に中であの一緒に寝たり、うん、そこでゴロンしながらテレビ見たりとかも全然いけるから、はい、これは早めに買っといたらよかったなっていうのは思いました、ね、思ってたより邪魔になれへんのよね、うんうん、全然いけました。これはマジで買って大正解、うん、そこに入れとけば奥さんがその洗い物とかしてる時とかも見える位置にあるから、はい、あのできるらしいのよ、うん、洗い物しながらベビーサークルの中で一人で待たせれるって。なるほどね、非常に便利でしたねずっと反対してたのが申し訳なくて、うん、なるほどね、はい、じゃあ僕の第3位、はい、僕の第3位は長いマドラーです。長いマドラー、まあお酒飲むからやねんけど、また今まではこういう下にちょんってなんかこうまあさじみたいな、はい、薄いサジみたいな、うん、持ってたやつは、うん、でもあのいわゆるバーとかで見るちゃんとここがスプーンみたいになってて、こうなって間がなんかネジ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 みたいになって、で上がなんかこういうこう三角形、あるあるある、ハイボール作る時に、ハイボールが焼酎でもいいねんけど作る時にコップにまあ氷入れて、うん、はい、氷をこうまあ入れて、うん、まず氷だけでぐる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 混ぜんねんけど、その場合はこっちのマドラーでもそんなに変われへんねんけど、うん、まずウイスキー入れてこれだけでまずカラカラ混ぜんねんやんか、はい、うん、でその時はもうここのさじが大きい方がこう中の液体回りやすいからよくて、うん、で後で炭酸をまだ足すねんけど、炭酸を足してからは あんまりぐるぐる混ぜずにそこを 2,3 回トントンってやるだけでええねん、うんうん、混ぜすぎたら炭酸抜けるから、はいはい、でも俺が持ってたこのここのさじがちっちゃいやつでは
トントンってやってもそんなにこのウイスキーだけ上に上げれないのよ、うん、でもこのちょっとこのさじがでっかいのと長いのでこうクンクンってやるとすごい氷も持ち上がって 2,3 回でうわーっとええ感じになるマドラーが最高です、で今あの俺メジャーカップも家にあるから、うん、このこういうやつお酒 15ミリ、これでちゃんと測ってめちゃくちゃやってる酒バーやバーバー化しようとしてるめっちゃおもんないこと言うけどバー濱家家で開いてるうわおもんなバー濱家これが俺は結構買ってよかったなという商品ですね、はい、じゃ次僕第2位です。はい、デロンギのオイルヒーター。おお。もちろんエアコンが家にあるんで、はい、エアコンでエアン派だったんですよ、うん、俺だから新しいもの買うのが、うん、物が増えるのが嫌だから、うん、もういいんちゃ今あるのでってなるタイプ、うん、でデロンギのオイルヒーターを買いたいって、うん、あの奥さんが言った理由が、はい、喉とか乾燥しちゃうからって言うから、うん、いやエアコンつけっぱだと確かに乾燥するかもしれないけど加湿器は加湿器であんの、うん、それをやってたら大丈夫ちゃうみたいな感じで言ってたんですけど、うん、いやもうなんかめっちゃデロンギのオイルヒーターいいって言うから、うん、一回今年の冬買ってみようみたいな感じで買ったんですよ、はい、で2個買ったのが大きいのとちっちゃめの、うん、ほんであの1個は廊下に置くんですよ、うん、長男と我々が寝てる部屋別々にもしてるんで、長男一人で今もう、してて 4歳なんですけど、長男の部屋に置くんじゃなくて長男の部屋にも入るように廊下に置くんですけど、その廊下に置くだけで部屋全体が温まってでエアコンも全然いらないし、あの冬場毎回なってた喉の朝起きていったとかカスカスみたいなのがなくなりました。これがオイルヒーターかと。こんなんで部屋あったまるかって思うのが最初な、ね、じわーやから。でもあのじわーがええやろ。そう、いやそうやねんな。オイルヒーターはでちゃんと全体あったまんのよ、うん、そうね。そのオイルヒーター周りだけとかじゃなくて、うん、部屋全体があったまんのよ不思議やわ。おっそーってみんな言うてるやろけどなそんな議論はもう10年以上前にされてたとかあるやろ。なんか海外の映画とか見てたらなんかそのオイルヒーター系チラッと出てくるもんな、うん、俺だってエアコンと加湿器あったらその喉痛いっていう部分はもうクリアされてるやんと思っちゃってたから。なんか肌のも乾燥していってる気せえへん。なんかあする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 。エアコンやったら俺もだからなるべくつけんの。オイルヒーター うちは今ないねんけど、なるべくエアコンつけんの嫌やから床暖でした。床暖入れたらもう部屋中わーっと温まるから、はい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 、もう床暖で生活してるけどな。言うたらそれのちょっとパワーアップバージョンみたいなこと、ね、ってことやな、うん、これは良かったです。いいね、うん、なるほど。第2位です、はい、じゃあ僕の第2位はアルパカのおもちゃ。アルパカのおもちゃ、うん、子供のおやつなんですけどもちろん。アルパカのおもちゃ、あ、小田さん家に似たようなのあったよね。小田さん家で見てすぐ買ってんけどワンピースの小田さんの家に、うん、ほんまでっか TV のスペシャルの時に行かせていただいて、でこういうやつなんですけど、子供が実際乗れるぐらいの大きさのこういうやつなんですけど、これ乗るだけじゃなくてこう乗ってこう自分がこうちょっとこう立ったり座ったり立ったり座ったりしたら、うん、このそれでこうなんかこう動いてほんまに前に進んでこう行けんのよ運転して、うん、それがもうむちゃくちゃいいちょっとやっぱ大きいねんけど、うん、遊びとしてすごくなんかいいのよね。で小田さん家で乗ってたもん。濱家もそう乗って、あ楽しい、これ買おうかなみたいに言ってたら買ったんや。買いました。であの娘が乗ってこうやって遊んでて、うん、でもう最初の方はバーッと遊んでたけど、最近はちょっと飽きてきてるのか前よりは乗らないんですけど、思い出したらやっぱまた乗ってこう長持ちしてるのおもちゃとして、うん、頻繁に遊ぶわけではなくなって時期空いてもまたちょっと遊び出してみたいな、うん、それが繰り返しになってるから、これはやっぱちょっと楽しいんやろうなっていう。で俺がこれの何が一番楽しいかというと、はい、遊び終わった場所でもう
娘はそれ置いて、うん、また違うおもちゃで遊んどんねんけど、うん、どこであってもおもろいねん、うん、乗り捨てられてたらアルパカのおもちゃ、アルパカのおもちゃ、この顔がねほんま絶妙なんですよ、このおもちゃ。わかるかな、なんかこのなんか絶妙に悲しい顔してんねん、ちょっと切ない感じ。だからこの間なんか家帰った時に、まあもう帰った時は寝てるから奥さんも子供もパーッとリビング入ったら炊飯器がこう開いて洗い終わった状態の釜が、それこう開いてこう入ってるとこのここで止まっててんやん。それめっちゃ良くて俺的に寂しそうに暗い中空のおひつをこう見ながらもうないんかみたいに見えるのとか、もうほんまこの辺にこうやって止められてたりとか、その乗り捨てられてるのを見るのも楽しい。なるほどね。思ってるほどでかくないから、うん、いやあれは多分楽しいよ。子供結構大人まで乗れたもん。大人が乗ってもいけるぐらい、うん、あの大人サイズと子供サイズがあるね。ああ、俺は子供サイズのちっちゃい方買ったけど。なるほどなるほど、うん、これはなかなか良かったです、ね、はいはいはい、はい、第1位、はい、手かざしたら開くゴミ箱。おー、最新のやつちゃう。いや俺ゴミ箱がずっと定まんなくて。定まってないわうちも。でなんかあの、うん、今もうほんまゴミ箱だけで3回目かな、3回目か4回目のゴミ箱なんですけど、はい、なんか足で最初に、うん、一番最初に買ったのが足パッてやったらパカーって開くタイプのゴミ箱で、うん、いい感じやったんですけど、うん、容量がちょっと少なかったの、うんうん、でなんかもっとでっかく、うん、もうあっという間に満タンになるから、生ゴミじゃなければ別にでかくていいし、ね、そうそうそう、うん、捨てに行くのめんどくさいからなるべくでっかいのがいいなと思って、はい、70やったかな、70リットルって書いてあるやつかな、うん、かなんかをで結構横幅もこんぐらいになってたから、うん、実寸の幅ね、うん、ゴミ箱の横幅、うん、こんぐらいあったからこれええやんと思って、で足で開くタイプやし、うん、買ったのよ。そしたら中で2つに分かれてたの、うん、だから1個2個みたいな、うん、分かる、こうもう俺は開いたら1個であってほしかったわけ、うん、ほな2個になってたから、うん、ゴミ袋2つ使って、うん、同じペットボトル入れとかは別でゴミ箱があるから、うんうん、普通のあの燃えるゴミ入れを2個のとこにこう分けて入れてたの。ほんでなんか分からんけどその分量見て捨てたくなんねん、やっぱ同じ、そう同じタイミングで捨てに行きたいから、うん、こう開けた時にあこっち結構まだかじゃあこっちに入れとこうみたいな感じとかがもうめっちゃ、なんで俺がこんなとこ考えなあかんねんとかも。それ定まってないっていうか確認不足すぎて、ゴミ箱は定まってないじゃなくて、届いてびっくりして、でなんかもういいのないかなって思って、はい、で大体いいなと思うデザインのゴミ箱とか見つけたら、うんうん、容量がねまあちっちゃいね、45とかかな。で俺は70でずっと70以上からで探してて、はい、ずっと探してたけどなかなかほんまないね、うん、70以上の、うん、あの俺のイメージする容量でかいのかな。でやっと見つけて7000円ぐらいであって、うん、手をかざすと蓋が開きますと、うん、でボタンでも開くしボタンでも閉じれますみたいなのがあって、うん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 、でも7000円ってなんか安すぎて不安やなと思いながらも、うんうん、でもこのまま買わなかったらずっとこのゴミ箱の進化が止まったままになるから、買って届いたらもう超イメージ通り、高さももちろん見てから買ったけどもうバッチリで、容量もめっちゃでかくて、ゴミ箱ゴミ袋パンパンになってちょうどいい感じでいっぱいになる。で元々あったこの中で2つに分かれてたのをペットボトルとか瓶の方のゴミ箱に交代したわけ。そしたらそっちは筋通ってる、ペットボトル用を瓶用で分かれてるべくして分かれてるやん、はい、だからコンバート成功したんや、コンバート大成功。今大移動してもう一番いいゴミ箱の配置になりました。へえ、これは良かったですね。センスのない監督やな。やっとハマりました。なるほど、うちのチームは、はい、はそれが第1位です。第1位、じゃあ私の第1位、うん、私の第1位は室内用アスレチック。へ、これもちょっとまた子供のおもちゃになるんですけど、木製のアスレチックを買いまして、はい、これ、へ、
思ってるよりかはちょっとコンパクトになってるタイプ。そうそうそう、これが、癖なんや。滑り台もついててちょっと、うん、この運転みたいな上についてて、うんうんうん、でこっちもなんか縄で登れたり、うん、ちょっとあの、ボルタリングミニボルタリングみたいなのあったり、はいはいはい、コロナ禍で外にあんま出歩けないとか、うん、あんま子供が集まりすぎるとこに行くのもなとか、はいはい、雨降ってる時外行きにくいなとかの時に解消できるものが欲しかったので、俺的にはキャラクターものもいいんですけど、今後なんか脱キャラクターものをしていきたいところみたいなのもちょっとあったりして、シンプルなやつ買ったんですけど、これがいいんですよね。いくら？3万5、6千円やったんですけど、なんかプラスチック系のやつは1万ちょいとか2万弱ぐらいであったんですけど、なんかしっかりめのやつっていうのもあってそれ買いました。で、あの山内さんとこの奥さんと息子さんが遊びに来た時も遊んでくれてたみたい。これはもう子供絶対楽しい。でこう、まあ、ボールプールも買ってんけど、これぐらいのもうほんまに子供の子供用の部屋にしよう思って、なんかこれも言いたかったんけど、俺の家 2LDK で寝室とリビングと1個は俺の部屋にっていうつもりやってんけど、いつの間にか子供の部屋になってきた遊び部屋に。ずっと娘が自分の部屋自分の部屋って言うね、うん、で奥さんもあのこの子の部屋っていうか、うん、あ感じになって、気づいたらほんまおもちゃでごった返してんけど、まあそこでなんかこういうなんかボールプールとか遊び場みたいには一応してんねんけど、うん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 、メインとなるおもちゃみたいな感じで今そびえ立ってますね。なるほどね、なるほど、ぜひぜひおすすめした商品。ちょっと子供に寄っちゃったかな。マドラーと子供用品2つって酒と子供。あともう一つあげるとしたら、はい、ベストオブバイ、うん、ジョジョ園の焼肉弁当かな。え90個90買ってたな。あ90個も買ってた。90個すっごい買ってるやん。一回あったんですよゼニーたちっていう番組で、番組の公式ツイッターを俺はリツイートとかコメントでしてるけど、俺は4回しか濱家が全然してないっていうのを番組で言われて、フットの後藤さんが VTR で出演してくれたんですけど、まあ罰としてジョジョ園の弁当なんかいいんじゃないですかって言い張って、ジョジョ園の弁当90個。でも買ってよかったなと思いました。普段喋らない感じのスタッフさんとかがいただきます、ありがとうございますみたいな言ってきてくれたんで、定期的にこのジョジョ園のお弁当はなんか罰ゲームだとかそんなんじゃなくて差し入れしてもいいんじゃないですか。いや俺はしてるからツイート、そのためにしてるからベストオブバイやな。チャンネル登録お願いします。たまたまゲストで来てたスーパーマラドーナのたけしさんもいただきますって言って食べてました。はいファイナリストになった時に食べれるやつ、そう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 、もう90個それもな、なんかその日なんかスペシャルかなんかでいつもよりスタッフさんが多かったで、だからもうそのリツイートしてませんやんってなった収録の次の収録にじゃあ差し入れますって言ったら、その次の収録が90名いるんでいつもより多いんですよとで、その次やったら60名ぐらいでいつも通りなんで、だからその次にしますかって言われたけどさ、それはいって言えるってなって、いやいや、じゃあもうありがたくさせていただきますということで入れさせていただきました。